ねえねえ、中国が NATO に滅ぼされるって本当のことなの？どうしたんだ、いきなり。お前の口から NATO、という言葉が出てきたことに驚きだな。いや、この前テレビを見ていたのよ。そしたら、そのテレビの中で、NATO が日本を守ってくれるって。もし、中国が日本に手を出したら、痛い目を見ることになるだろうって、そう解説員の人が言っていたのよ。なるほどな、なんとも反応しづらい話題だな。反応しづらいってことは、その話は嘘ってこと？いや、全くの嘘とも言い切れないんだ。実は、2023年の5月に、こんな報道が流れたんだ。NATO はアジア圏の国との連携を強化するために、2024年のうちに連絡事務所を日本に開設する、とな。ふむふむ、それに対して中国が猛反発をしているのも、確かなんだ。それって NATO って組織を、中国が恐れているってことよね？すごいじゃないの。そんな組織が、日本に連絡事務局を置いてくれるなんて。そうだな、それでは今回は NATO が連絡事務局を日本に開設することと、なぜ中国が NATO を深刻な脅威として捉えているのか、について詳しく解説していこうと思う。解説しちゃってください。そもそも、NATO が何かは知っているか？ NATO？ 納豆なら知っているけれど。いや、NATO ではなく NATO な。NATO とは正確には、北大西洋条約機構、という名前の組織なんだ。ほうほう、北大西洋条約機構？北大西洋条約機構、通称 NATO は、第二次大戦後にアメリカが主導で作られた組織で、当時のソビエト連邦と戦うために、EU の国々とアメリカが手を組んで結成されたんだ。EU の国々とアメリカが手を組む。現在、NATO には31カ国が加盟していて、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア、オランダのほか、ノルウェー、フィンランドなどの北欧の国々、あるいはポーランド、ハンガリー、スロバキアなどの中東欧の国々、あるいはトルコなどのイスラム圏の国も参加している、世界最大の防衛組織なんだ。世界最大、確かに名前を知っている国々ばっかりね。NATO の目的としては、大敵とされる相手との拮抗状態を作り出し、各々の国を集団的に自衛することにあるんだ。難しすぎてよくわからないわね。つまり、簡単に説明すると、EU の国々とアメリカが徒党を組んで、軍事的な同盟を作ろうぜ、ってことで概ね合っている。なるほどね、それならわかりやすいわね。でも、EU の国々とアメリカが同盟を組むほどの敵なんて、果たしてこの世に存在するの？それが、かつては存在したんだ。その相手の名前は、ソビエト連邦。当時、世界で最大最強を誇っていた社会主義国家なんだ。しかも、ソビエト連邦は、周辺諸国と軍事的な同盟を組んで、ワルシャワ条約機構という組織を作り、アメリカが率いる NATO と軍事的な緊張状態が長く続いていたんだ。そうだったの。今は NATO 加盟国のポーランドやハンガリーも、当時はこのワルシャワ条約機構の一員で、当時はヨーロッパを西と東で分断して、巨大な勢力が睨み合っていたんだ。ただ、1988年にソビエト連邦が崩壊して、ワルシャワ条約機構も解体されたんだ。その結果、現在では NATO は戦う敵のいない、世界最大の軍事同盟になってしまったんだ。NATO の総兵力は350万とも言われていて、もし、NATO が本気で戦争を始めたら、世界中のあらゆる国を滅ぼせる、とも言われているな。総兵力350万、あまりにも規模がでかすぎるわね。でも、なんで中国はその NATO を恐れているの？中国が NATO を恐れる理由は、この NATO を構成する国々が民主主義、資本主義の国々だからだな。社会主義の中国にとって、NATO はまさに敵国の集合体。もし、本気で NATO と戦争をすることになったら、いかに中国といえども 100% 敗北するんだ。だからこそ、中国は NATO のことを恐れていて、必死に NATO の攻撃の矛先が、自分に向かないようにしているんだ。へえ、あの傲岸不遜な中国でさえも恐れて、ビビってしまうほどに、NATO は強い組織なのね。NATO の強さを証明する話として、最近ではウクライナ戦争が挙げられるな。ウクライナ戦争って、ロシアとウクライナの戦争よね？それが、なんで NATO が関係してるの？実はロシアが隣国のウクライナに侵攻した際、ウクライナは NATO に助けを求めたんだ。その結果、NATO はウクライナへの、軍事物資の供与を始めたんだ。ウクライナ戦争が始まった当時、ウクライナとロシアの兵力差は歴然で、巷では、ウクライナは3日で敗北する、とさえ言われていたんだ。3日、嘘でしょ、今では2年以上も戦い続けているのに？そう言われていた最たる理由が、両国の兵力差だったんだ。
ウクライナは総兵力が20万人いるんだが、ロシアはその4倍の85万人の総兵力を誇っていたんだ。4倍、そんなにかけ離れていたの？それ以外の兵力差も絶望的で。戦闘機の数は、ウクライナが69機に対して、ロシアは770機。戦車の数は、ウクライナが2600両に対して、ロシアは12000両。戦車の兵力差はざっと5倍。航空戦力に関しては、10倍もの戦力差があったんだ。4倍に、5倍に、10倍。まさに絶望的な兵力差ね。よくウクライナはそんな状態から、2年以上も戦い続けることができたわね。もちろん、ウクライナの兵隊が強かった、というのはある。だが、それ以上にウクライナをここまで奮戦させた要因は、NATO の軍事支援だったんだ。ウクライナ戦争が始まってから、NATO はあの手この手でウクライナを支援していて、戦車を筆頭に、戦闘機、弾薬、火砲に至るまで、徹底的にウクライナを支援したんだ。知らなかったわ。ウクライナがあそこまで奮戦できたのは、その陰に NATO の支援があったからなのね。しかも、恐るべきことに、NATO はまだまだ余力を残しているんだ。NATO がウクライナに供与した兵器類は、あくまでも旧式の兵器が主で、NATO 各国が自国で使用している最新鋭の兵器は、ウクライナには一切供与していないんだ。嘘でしょ、それなのにロシアはあそこまで、疲弊するまで追い詰められているの。そうなんだ。ちなみに、もし NATO がその全軍を持って、ウクライナ戦争に介入した場合、ロシアはあっさりと敗北すると言われているんだ。そうだったの。でも、それなら NATO も、さっさと介入してしまえばよいんじゃない？それができたら苦労はないな。実はロシアは核兵器を大量に保有していて、もし、NATO が軍事介入を始めたら、核兵器を乱射すると脅しているんだ。だから、今に至るまで NATO は、ウクライナ戦争に介入できず、武器の支援に止まっているんだ。だが、NATO の軍事力はあまりにも強大で、兵器の供与だけでも、ロシアを十二分に苦しめているんだ。そして、その状況を顔は青ざめさせながら、見ている国があるんだ。それが、中国ってことよね？そういうことだな。中国も心情的にはロシアに寄っていて、一時は、中国がロシアに軍事的に協力するのではないか、とすら報道されていた時期もあったぐらいなんだ。だが、結果的に中国は苦境に陥るロシアを見て、ロシアを見捨てる選択を取ったんだ。変にロシアに肩入れをして、NATO の矛先を自分に向けたくない、ってことでしょ。そういうことだな。中国からしたら、ロシアも純粋な味方ではないしな。でも、なんで中国もロシアも、そこまで NATO を恐れているのかしら？そもそもロシアだって、ウクライナに戦争を仕掛けなければ、NATO が乗り出してくることはなかったのに。いや、実はそうもいかないんだ。中国とロシアにとって、NATO は存在自体が自分たちへの毒になるんだ。最悪の場合、NATO という組織が存在するだけで、中国もロシアも崩壊する危険性があるんだ。NATO が存在するだけで中国とロシアが崩壊、それってどういうことなの？1988年にソビエト連邦が崩壊して、結果的に NATO は力を強めることになったんだが、1980年代は、社会主義勢力の国々が今より多く、民主主義の国と世界を二分して、社会主義と民主主義で覇権争いをしていたんだ。そうだったんだ。でも、社会主義の国って、今ではだいぶ減ったわよね？社会主義の国はその性質上、経済の成長が鈍くなりやすいんだ。だから、社会主義の国々は、経済の発展を求めて、次第に民主主義の国へと変わっていったんだ。今では完全に NATO の勢力圏になってしまった EU だが、当時はウクライナ、ベラルーシなどの東欧、ポーランド、ハンガリーなどの中東欧の国々も、完全にソビエト連邦の支配下にあったんだ。それが、今では完全に NATO へと、アメリカの従順な勢力になってしまって、それを見たロシアと中国は内心では、NATO に対して、恐怖心を抱いてしまっているんだ。でも、ロシアも中国も何もしなければ、NATO も攻めてこないんじゃないの？それがそうもいかない理由があってな。中国とロシアが恐怖しているのは、人なんだ。人？1988年以降、NATO はその勢力を広げて、今はロシアや中国の目と鼻の先まで迫ってきているんだ。そして、ロシアと中国にとって、隣国が民主主義の国になってしまうのは、非常にリスクのあることなんだ。なんでそれがリスクになるの？社会主義の国にとって、民主主義、資本主義の国の文化や娯楽は、非常に強力な猛毒なんだ。社会主義の人々は当局から、厳しい弾圧と言論統制を受けていて、彼らには本当の意味での、自由は存在しないんだ。そんな彼らが民主主義の良さを覚えてしまったら、下手をすれば民主活動家として、
国家に反旗を翻す危険があるんだ。なるほどね。だから中国もロシアも、NATO が拡大することに恐怖を抱いているわけね。でも、もしそうなったら、国境に巨大な兵を築いてしまえば、良いんじゃないの？兵を築いても完全に人の流れを、断ち切れるわけではないんだ。現に社会主義国の北朝鮮では、韓国との間に軍事境界線を作っているが、それでも北朝鮮の中には、韓国の娯楽が溢れていると言われているんだ。人々の自由への渇望って凄まじいわね。兵を築いても、軍事境界線を作っても、それでも文化や思想は、国内に入ってきてしまうのね。中国やロシアが最も恐れているのは、自国の民が自由を求めて武装決起することなんだ。そして、NATO が拡大すればするほど、その潜在的なリスクは高まっていく一方なんだ。確かにね、そう考えると、中国とロシアが NATO によって崩壊するってのも、あながち夢物語とも言い切れないわね。中国とロシアが NATO を恐れているのも、納得ね。そして、2023年の5月に、NATO がとんでもないことを発表したんだ。とんでもないこと？それは、NATO の連絡事務所を日本に開設する、という発表だったんだ。NATO が日本に来てくれるのよね？でも、それって NATO が東アジアも守ってくれるってこと？いや、現時点ではそこまで踏み込んではいなくて、東アジアで戦争が起きないように、話し合う場を設けよう。そのために、NATO の連絡事務所、というか支部を日本に設置しよう、という話だな。なんだ、じゃあまり意味はないのね。いや、そうとも言えないんだ。特に中国にとっては、な。それってどういう意味？なんで日本に NATO の連絡事務所が設置されると、中国が困るの？中国は東アジアや東南アジアで、海洋進出を強めているだろ？特に一部では軍事的な挑発も行っていて。近い将来、中国は台湾に軍事侵攻する、とも言われているんだ。怖いわよね。もし、そうなっても台湾が中国に勝ってくれれば、日本としては嬉しいんだけどね。でも、中国と台湾では国力も、兵力も差がありすぎるし、多分台湾は負けてしまうと思うの。それに関してなんだが、最近、台湾と中国が戦争をしたら、台湾が勝つ、ということを言う専門家が増えているんだ。台湾が、中国に、どうやって勝つというの？言ってはなんだけど、中国と台湾は国力も兵力も、あまりにも差がありすぎるわ。そこで、思い出してほしいんだが、最近似たような戦争があっただろ？国力も兵力も圧倒的な差があるにもかかわらず、二年以上も奮戦している国が。そうか。ウクライナね、確かに言われてみれば、ロシアとウクライナも圧倒的な兵力差だったわね。でも、あれはあくまでも NATO が、ウクライナに軍事支援をしたからじゃないの？つまり、NATO が台湾に対して軍事支援をしたとしたら、どうなると思う？確かに、それなら台湾が中国に勝つ、というのも夢物語ではないかも。NATO は台湾を助ける目的で、日本に連絡事務所を開設するの？いや、現時点では NATO は、そこまでは考えてはいないとは思う。ただ、もし中国が台湾に軍事侵攻した場合、アメリカは全力を持って台湾を支援する、と言われているんだ。そして、その時にアメリカは単独で支援をするより、日本や NATO にも助けを呼びかける可能性が高いんだ。そうなった時に、NATO は助けてくれるかしら？可能性は大いにあるな。実は、台湾はアメリカにとって、ひいては EU 諸国にとっても大切な地域なんだ。これは、あまり知られていない事実なんだが、台湾は世界の半導体の 60% 以上を占めていて、台湾がなくなったら世界経済が成り立たない、とまで言われるほどに重要な地域なんだ。そうなの、だとしたら、是が非でも中国に奪われるわけにはいかないわね。そうなんだ。だから、もし中国が台湾に軍事侵攻したら、必ずアメリカが防衛に入る。そして、その際に NATO も防衛を補佐する可能性は極めて高い。なるほどね。そして、そのために NATO が東アジアで最も重視しているのが、他らなぬ日本なんだ。実は、ウクライナ戦争が始まって少しした頃に、大変な緊急事態が起こっていたんだ。大変な緊急事態？ロシアが、ウクライナの隣国の、ポーランドを攻撃したんだ。ポーランドを、確かにそれは大変な事態ね。だって、ポーランドって今までの話では、NATO の一員だったわけでしょ？そのポーランドにロシアが攻撃を仕掛けたってことは、そう、これがもし意図的に、ロシアがポーランドを狙って攻撃したのなら、NATO 加盟国に対する宣戦布告。つまり、NATO はその威信にかけて、ウクライナ戦争に介入して、ロシアと正面切って戦わなければならない。そして、くしくもその同時刻に、G20 の首脳が出席するサミットが開かれていて、
アメリカのバイデン大統領の要請により、NATO 加盟国は緊急で臨時の会合を開くことになったんだ。そして、その場に日本の総理大臣である岸田文雄首相も、同席してその緊急サミットに参加したんだ。日本の総理大臣が、NATO の緊急サミットに参加したの。まあ、正確には NATO 首脳及び、G7 の首脳の緊急サミットだから、G7 に名を連ねている。日本の総理大臣が出席することは当然なんだがな。なんだ、じゃあ他の G7 の国々も、その緊急サミットに参加していたわけね。それなら日本だけが特別ってわけじゃないのね。いや、それが日本を除いた G7 の国は、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダの6カ国なんだ。これらの6カ国は、NATO のメンバーでもあるんだ。つまり、日本は NATO が軍事侵攻をするか否かの、最重要の会議の場に出席することが、唯一許された国でもあるんだ。そうなの、だとしたら、相当にすごいことね。NATO の国々も、日本を重視しているってことじゃない。そう考えると、NATO のアジア支部とも呼べる連絡事務所が、世界で初めて日本に開設されることにも納得だろ？そうね、そう考えると NATO の支部が、日本にできるのは非常に頼もしいわね。中国に対しても、良い牽制になるんじゃない？牽制どころじゃないな。中国は NATO の支部が日本に作られることを、一種の警告と受け取っているんだ。だから、あるいは NATO の支部が日本にできることで、中国は台湾への軍事侵攻を諦める可能性もある。そうなってくれれば、最良なんだけれどね。ただ、中国はそれでも台湾を諦めてはいないようでな。この先、台湾をめぐって、中国と NATO が激しいつばぜり合いというか、牽制の応酬をする可能性も十分にある。それでも、NATO が支部を東アジアに置いてくれるのは、日本にとってはありがたいことね。現在、世界の覇権はアメリカと中国という二大大国が、競い合っている状況にある。そうね、中国は近年になって、強引に海洋進出を続けているわね。中国は社会主義の大国として、最後の名手とも呼べる存在なんだ。名手って、つまり、どういう意味？噛み砕いて言うと、中国は社会主義国の最大の親玉で、もし中国が崩れれば、社会主義勢力はこの世からほぼ一掃される。ってことだな。民主主義国家に属する日本としては、そうなってくれれば一番嬉しいわよね。でも、あの中国が崩れるなんて、あり得るのかしら。それが、最近になって中国の将来が、どう転んでも絶望に近いことが分かってきたんだ。どう転んでも絶望、ちょっと、それってどういうことなの？中国はアメリカを念頭に、経済と軍事力の面で、追い越そうと躍起になっていたんだ。そのために、一帯一路構想を実施したりもしていた。最近、その中国の一帯一路構想に、暗雲が立ち込めてきたんだ。中国の一帯一路構想に、暗雲？一帯一路構想とは、中国と東南アジア、それとヨーロッパまでをつなぐ経済の流れのことを指すんだ。中国は一帯一路を実施するために、東南アジアに高い金を出して、中国資本で鉄道の建設を積極的に行ってきたんだ。その話は聞いたことがあるわ。かなり悪どいやり方で、東南アジアの国々を騙しているのよね。その結果、中国は東南アジアの国々から、信頼を失いつつあるんだ。このままだと、一帯一路構想そのものに、深刻な支障をきたしかねないほどに、な。それも当然よ、高い利子で金を貸し付けて、払えなくなったら、駅周辺の土地を強制的に接収するなんて、いくらなんでもひどいと思うの。その結果、中国は一帯一路に失敗して、結果的に金を出して東南アジアの国々に、鉄道路を作っただけになってしまう可能性があるんだ。なるほど。さらに、中国の武漢から端を発したコロナもまた、中国経済に深い影を落としているんだ。コロナが、中国に？一部の俗説では、コロナは中国が世界経済を貶めるために、意図的にウイルスを流出させた、というデマが流れたんだが、その当の中国自身もコロナによって、深刻なダメージを受けているんだ。そりゃ、当たり前よね。というか、コロナでダメージを受けなかった国なんて、存在しないもの。特に中国はゼロコロナ政策、と称して強力なロックダウン政策を取ったんだ。物理的に人の流れを遮断して、コロナを収束させようとしたんだ。でも、確かそれって失敗したのよね？そうだな。強制的に人の流れを遮断したにもかかわらず、むしろ中国国内の感染者は増大していったんだ。その結果、中国はただ単に自国の経済に、自分で傷をつけただけで終わってしまったんだ。その影響か、最近の中国は相当に景気が悪くなっている、って話は聞くけれどね。少なくとも2011年に日本を抜いて、GDP 世界第2位になった時のような、
驚異的な経済成長率はないな。むしろ、今の中国経済は、様々なリスクにまみれていて、下手をすれば、中国という国が、財政破綻しかねないぐらいの惨状なんだ。そこまで、悪いとは聞いていたけれど、そこまでだったのね。さらに将来のことも考えると、中国はもっと危険な事態に直面しているんだ。これ以上にもっとヤバいことがあるの。少子高齢化だ。中国は1979年から2014年まで、35年間続けた一人っ子政策、というものがあるんだが。それも知っているわ。中国の人口が増えすぎたから、強制的に減らそうとしたのよね。その結果、中国は人口を減らしすぎてしまったんだ。ここ数年で中国の人口は急激に減少していて、数十年後には、その人口減少が、常軌を逸した数になると言われているんだ。常軌を逸した人口減少。まあ、それまで3人、4人と子供を産んでいた人たちが、いきなり1人しか子供を産まなくなったら、そうなるよな。確かにね。その結果、通常の国ではありえない急激な少子高齢化が、これから中国を襲うとされているんだ。なるほどね。それは、恐ろしいわね。50年後、100年後の未来はわからないが、これらのリスクをもって中国がアメリカに覇権で勝てる未来は、限りなく薄いだろうな。だから、中国の未来はどう転んでも絶望なわけね。そう考えると、確かに中国に未来はなさそうね。今回の話はここまでだが、コメント欄で、NATO の連絡事務所が日本に置かれることと、それに対する中国の反応などの意見を書いてくれると嬉しいぜ。高評価グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。